ございます。おはよう、ディーン。おはよう。あ、今日の天気はどんな感じかなーって、雨じゃん。やだね、出かけたいじゃんね、ディーノ。ダッキー見たい？Okay、ちょっとだけね。面白い？ちょっとだけだけ見る？おー、レバー。おー、おー、おー、ダッキー。ダッキー？ダッキー、ダッキー、ダッキー。ダッキー、ダッキー、ダッキー、これ見る？な？え？何がいいの？あ、何がいいの、ディーノ？じゃあ、違うの、私、ディーンに用意したの。化粧するか。顔がやばいっす。ダッキー？チュチュチュもいるね。コーヒー飲もう、久しぶり。クワクワクワク。コーヒー作るよ、コーヒー作るよ。待ってって、ここにいるから。ここにいるよ、マミ。行かないよ。もう接着剤みたい。マグネット、ベルクロ、待ってよ、ディーン。マミ、コーヒー作りたいの。キューリーグ中に行くよ。行きますよ。やりたい？ OK。 雨が止んだからダッシュで郵便局行って、荷物取りに行って、出てきたらスーパーもちょっと行く。ねえ、ディーン、久しぶりの外だよね。2日ぶりぐらいの外。今、早歩きで、はは言ってます。超運動不足。OK、ダッシュで行きましょう。雨が降る前。郵便局済ました。なんか箱がでかすぎて、メールボックスに入らないって書いてあって、それで取りに行ったら、ちっちゃいの。でっかいメールボックスあるのに、何なのみたいな。もう、むずい。とりあえずスーパーダッシュで行ってきましょう。レッツゴーディーノ。寝ちゃったよ。ああ、かわいい。オッケー、帰りましょう。買い物済んだ。Yes、これから帰る。寝てるから、ちょっとお部屋寝る用意。サウンドマシン、お布団をちょっと取って、カーテン閉めて、お昼ね、ちょっと暗いところでいつも寝るから、じゃないと起きちゃうの。OK、じゃあ、抱っこするとき起きないことを願ってる。寝たばっかりだから。どこ置いた？マミのパッケージどこ置いた？ディーノ、ディーン置きました。あれ、あったあった、あった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 。箱大きくないのに下にね。はいはい、欲しいの？どうぞ。うちのアパートに、アパートのメールボックスってこれぐらいなのね。で、でかいもの用にでっかいボックスがあるの。そこに入れて鍵で閉めて、その鍵をうちらのメールボックスに入れればいいのに。食べる？オッケー。
それやってくれなかったらわざわざ取りに行かせんのかよみたいなあもうって感じ。OK 私ちょっと野菜食べたいからこのローストビーフ、コストコで買ったローストビーフと and インゲンケアをどうしよう、ケアも入れようかついでにもう炒めよう、ささっと炒める。オリーブオイル、塩コショウ足さなくて大丈夫と思う、塩とコショウついてるから。で、ケアを入れた。アスパラガス買ったので、アスパラガスも入れられる。イエーイ。完成。ごま油ちょっとやった。ごま油うまいよね。でケールがかなり縮んだ。もうちょっと入れればよかったかなって。まあ、いいけど。最近私が野菜食べてるのを見て自分も食べたいって感じになってあげてか。ま、はい、どうぞ。うーん、あれ。うーん。ま、あ、オッケー。そうやって挑戦するんだけど毎回これ好きじゃないって。OK OK。 あ、チキン。何歳からお箸使わせてる？子供いる人なんかお箸に興味があって何歳から使えるの？使える使う練習。フォークとかスプーンと一緒で今からあげていいの？なんか危なくて怖いんだよね。なんか子供用のさ、こうやってピッピッってなるやつあんじゃん。それいつから使わせていいのかなと思って分かんなくて。教えて。何？で、スーパー行った時に動画見てくれてる子に会ったの。で、なんか私超ボッとしてて声かけてくれて、声かけてくれた時私あ、誰だろうとかって思って一緒に、なんかね、その2秒とか1秒でいろいろ考えちゃって、一緒に学校行ったことあるのか、働いたことあるのか、前に働いてたところのお客さんだったのか、あれだ、誰だろうとかと思って、ちょ、はーいみたいな、あーとか。で、その後に動画見てるって言われて、あーみたいな。Oh my god、超可愛くて、綺麗で、面白くて、なんか、多分、ジャパニーズアメリカン。Yeah. Hi Audrey, if you're watching, it was really nice meeting you. Oh my god. なんかもう超面白かった。いや、楽しかった。一緒になんか喋ったりとかして。超可愛いの。ね。パパ。ね、ディン機嫌悪かったんだよね、でも。眠くて、あーみたいな。でもハイファイブはした。で、その後にディン爆睡みたいな。ね。アボカド買い忘れた。ホーリー。ね。アボカド買おうと思って買い忘れたじゃん、私。届いたパッケージ、これ和紙テープ、マスキングテープって言うんだっけ。 Yes、 マスキングテープ、なんかシーズンごとになってて、イエーイ。これ12月、10月、秋、ガーベージとハロウィンとかイースター、これはなんだっけ、あのセイントパトリックスデイ、これは 4th of July 独立記念日、これは何だろう、誕生日だ、誕生日。本当の値段が30ドルなんだけど、確か30、いや29.99なんだけど、ブラックフライデーで10ドルで買えたんです。イエーイ。こんなにいっぱい入って10ドルだよ、すごくね。やったー。外曇り、また雨降りそう。はー、出かけようと思ったのにね、またかよって。まあいっか、さっき見せたマスキングテープとかで、あとこういうなんかプランナー用のシールがあって、なんかプランナーを可愛くするやつ。でもう12月過ぎちゃったんだけど、これディーンがやらかした、過ぎちゃったんだけど、とりあえずこれ、このページを飾りしたいの。そしたらなんかいろいろ予定立てたり、なんか毎月の目標を書いて、で月が終わったらその月の目標できたかとか、あとどうしたら次の月がもっと良くするのとかさ、そういうの書いてるのね。例えばストレス溜まった時何したらいいとか、自分を思い出させる。英語なんだけど、前に何語で書いてるのって聞かれたのね。 What makes me happy? 自分がハッピーになれることは何っていくつか点
ハッピーになれる点、なんていうのを書いてて、で、とりあえずストレス溜まった時に、これをやろうとか、あれをやろうとかさ、そういうの。で、例えばこれは、ディンとお散歩して、フレッシュエア、あの、空気、吸うみたいな。綺麗な空気吸って、リフレッシュするとか、自分をテイクケアする。例えば、メールじゃねえ、ネイルとか、好きな番組見たりとか、自分のミータイム作ることとか、これは AJ と、楽しく過ごす時間が大事とか、これは動画撮って編集する。これも自分がハッピーになれることね。で、毎日ポジティブに考えて、で、自分が恵まれてることを思い出すっていう感じ。これは11月のページなんだけど、11月の目標。で、もっと自分が良くなるためとかさ、なんて言うんだろう、毎日をよく過ごすために何をしたいか、目標、11月の目標。で、最後に感想みたいに書くんだけど、もちろん1ヶ月経ったりとかするとさ、何書いたか時々忘れたりとかするんだけど、それをもう一回読んで、で、ちゃんと達成したかどうかの感想を書く。あと何があったか、今月で大事なポイント何があったかとか、例えば10月は初めてパンプキンのところ行ったのとかさ、あと初めてトリックオアトリート、お菓子もらうやつ、ディンと一緒にモールで行ったじゃん、そういうのをやっていい思い出になったとか、そういうので、とりあえず12月のページを飾りして、なんかシールで貼付けたりとかさ、可愛くするとちょっと書く気になるじゃん。なので、この辺マスキングテープで冬っぽい12月っぽいのつけたり、で、これ予定とかいろいろ書いたんだけど、で、このページもいろいろ飾りやりたいの。で、これはなんか毎日の日記みたいな感想とかさ、次の日はどうしたいかとかさ、そういうのを書いたり、ページがこういう感じが before ね。できたー、これ。Mr. Dean がやらかしちゃった。あとここもこんな感じにできた。イエーイ、Good、書きましょう。なんかさ、目標とか書いてて、最初の頃は思い出したりとかするんだけど、なんか忙しかったりするとさ、どんどん忘れたりするじゃん。だから毎回読み直したりとかするといいよね。まあ、読み直すのも忘れる時もあるけどね。イエーイ、イエーイ、Let's go sleepy time。 今日はベアも持っていくの？いいよ。ベイビー、バイバイベイビー、バイバイベイビー。じゃあパジャマに着替えて、おしめ替えて、ボディクリームとかやって、本読んであげて、で寝かす。 Yes。 なのでまた後でね。あ、怖いおじさんまだいるよ。待って、ドッキリの動画見てない人は多分こうやって喋ってる時に、え、後ろに変なのがいるってびっくりしちゃうよね。それ見てない人、びっくりしたら教えて。ちょっと笑っちゃう。言わなきゃよかった、そのままにすればよかったね。え、ハマル誰か後ろにいるよ。ダダダダーン、まだいます。誰ももらってくれません。みんないらないって言われる。友達にも聞いたら、いらないって言われちゃった。寝てくれました。今7時46分。やったー。久しぶりに食器洗い機を、食器洗い機って変じゃない？ディッシュウォッシャーっていうのに慣れてるけど、ちょっと日本語で言ってみたいかったんだけど、ちょっと言ったら言ったで、え、それでいいの？ What？ それでいいのかなと思って、ちょっと変な感じ。食器洗い機でいいんだよね。OK。いや、久しぶりに食器洗い機を使いましょう。なんか、せめて週1回は使いたいんだけど、忘れるんだよね。なんか手で刺さったらちゃうの。3人だけだし、まあ、たまに洗い物多いんだけど。Yeah。 でも、あんまり使わないとさ、良くないじゃん。せめて週1回は使った方が良さそうじゃん。わかんないけど、適当に喋ってる、ごめんなさい。気にしないで。疲れちゃった。オッケー、じゃあ今日の動画はここで終わりにしましょう。うるさいね、ここ。これから編集して
くら編集して寝るわ。じゃ、bye。Say bye like Dean. Bye. Bye. Bye to do. じゃあね、bye。辛いでしょ、いっぱいつけちゃう。ちょっとだけね、ちょっとだけ。もっとつけたいの？